諸君。いや大佐、これは極めて重要任務なので、総司令部より派遣された参謀である私から説明します。オーシア地上軍は最終到達線をユークトバニア首都に置いた一大攻勢を起とし、すでに準備期間に入っている。この作戦が達成されれば戦争は短期に終結するだろう。だがユークトバニアはラーズグリーズ海峡の氷海で待機中の新ファクシ級2番艦リムファクシの弾道弾を持って我が海岸橋頭砲を攻撃してきた。幸い我が地上軍はすでに準備展開を終えており、攻勢開始への影響はなかった。だが地上軍の脅威であるリムファクシの弾道弾攻撃を排除しなければならない。リムファクシへの航空攻撃が唯一可能となるチャンスを得た。リムファクシに向け航行中である敵輸送潜水艦が超音探知により確認された。輸送潜水艦の目的はリムファクシへのミサイル供給である。その航路情報からリムファクシとの会合予定時刻が解析された。偶然にもそれは我が地上軍攻撃開始ゼロアワーと同時刻になる。ミサイル補給を行うため、その時刻にリムファクシは必ず浮上する。この一瞬を突き、接近を察知されないよう低空から侵入、奇襲攻撃をもってリムファクシを撃沈せよ。リムファクシは浮上した後1分間で潜航可能状態に移行する能力を持っている。侵入が察知された場合はリムファクシへの攻撃を1分以内に完了せよ。なお今回はアークバードによる衛星軌道からの支援はない。一切が君たちの双肩にかかっている。地上軍の全作戦は君たちの奇襲攻撃第1弾にかかっているので、そのつもりで氷のラーズグリーズ海峡を彼らの墓場に変えてやってくれ。隊長、俺はドイツで上がるんだ。隊長、この編成で出撃です。オードル、出撃。機器のチェックを実施し、給油体制へ。そのまま低高度を維持し、潜水艦隊へ向けて飛行せよ。高度1000フィート以上の上昇は禁止。奇襲に気づかれる恐れがある。寒気がする。この北の海からラーズグリーズの悪魔が来たんだ。ラーズグリーズあんな潜水艦がラーズグリーズのわけがねえ。事故を中止せよ。まもなく無線を封止する。あとはマイクを切って独り言に勤しんでやな。司令部参謀ミッチェル中佐、ピケット潜水艦が敵機発見を報じた。1分以内にリムファクシは先行するぞ。攻撃に急げ。バレちまったんだ。しゃべるぞ。敵機だ。全ての補給作業を中止する。敵機だぞ。まだ作業中だ。リムファクシ先行まであと30秒。補給作業中止。急速潜航急がせろ。敵とは競争だぞ。敵艦の損傷状態不明。やろう、潜航しやがった。こちら潜水艦です。我が地上軍前線から緊急通報。敵が大規模攻勢である。リムファクシは長距離ミサイルで敵の
爆し三段ミサイル発射。艦載機を射出。こちらは司令部参謀ミッチェル中佐。偵察衛星によりリアルタイムで情報を得ている。ギムファク氏の不祥事を狙って攻撃を仕掛けた前、ギムファク氏のミサイルにより味方地上軍にこれ以上損害が出る前に、ギムファク氏、ロシア軍の損害は甚大、もう一杯頼む。奴らを海外に追い落とせ。一気に落とせ。敵の司令部を驚かせてやれ。Thank you.